どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日も剣闘銃ね、グラディアルビーストやっていきたいなと思います。やっとですね、まあ完成形と言ってもいいグラディアルビーストが、できましたんで、本日も、2夜連続となりますが、剣闘銃デッキ昨日出したやつよりは強いかなと。一応、結構もう2日間ぐらいずっと剣闘銃を触って、剣闘銃の中では、これが一番強いだろうという構築に、なりました。罠戦術の使い手、これ昨日も使ってたと思うんですけども、このスキル採用していて、要は何がしたいかっていうと、その俺剣闘銃で一番強いカードこれだと思ってるんですよ。グラディアルビーストチャリオット、これ一番強いんですよ、このカード。絶対にだからこれを初手で引きたいんですよね、基本的に。先行構えるのもそうだし、高校でもはちょっと一旦遅くなるけど、これを構えたいんですよ。だからチャリオットを引きたいっていう意味を込めて罠戦術の使い手にしました。でね、俺パワー系統計画して50戦くらいやったんですよ、この罠戦術の使い手で。でね、このチャリオットを引く確率がちょうど 60% だったんですよね、ちょうど初手で。で、魔法の使い手だと、その芝刈り入ってる場合って芝刈りを引く確率が68% ぐらいあるんですよ、 70% ぐらい。だからね、下振れてんのかどうか分かんないんだけど、これ、多分だけど罠戦術の使い手と魔法の使い手の仕様、これ多分違うんじゃねっていう説が俺の中でにわかにささやかれてまして、これ多分違うと思うんだよね。これ俺が下振れてるだけっていう話もあるんだけど、これね、だから魔法の使い手とか罠戦術の使い手の計算方法を開示してコナミさんに言いたいことはそれだけ。計算方法、スキルの計算方法を開示して、アプリ内じゃなくていいから、どっか別のサイトとかでいいから、それ分かんないとデッキ作れないから、こっち。これはね、文句ですこれ今堂々と僕は文句を言っています。はい、ちょっと気を取り直して、デッキ紹介していきましょう。剣闘銃何が強いかっていうと、その戦車を構えられるっていうところと、あとはその一番強いのはやっぱり剣闘銃出して三伏せしてエンドなんですよ。三伏せしてエンドで、魔法罠とかで守って、で流れの中でガイザレスを出すっていう、自然な流れの中でガイザレスを出すっていうのが一番強い。ガイザレスを全力で出すっていう構築にしても、ガイザレス出したターンに勝てないんですよ、剣闘銃って。そもそも2400打点しかねえし、2枚破壊しても4000ライフ削るわけじゃないから、だからこれ全力構築は多分弱いんですよ。だからあとはどうやってやればいいかっていうと、混ぜる、他のテーマと、召喚獣とかああいうのと混ぜたりとか、リンネとかと混ぜたりとか、いろいろやりました。私もスレイブタイガー入れてポケモンにしてみたりとか。でもね、結局これが一番強かったんですよ、これが一番強かった。なので今日は完成したよっていうことで動画にしてます。はいそういう感じですね。で、あとは魔法罠は、強い魔法罠を適当にぶち込んときゃいいんですけど、戦車以外のところにね。これがね、コメント欄で結構教えてくれて、清掃やっぱり強いかなって僕も思いました、使ってて。そのアレイスさんに使ったりとか、ブレイズマンに使ったりとかするとか、融合できなかったりするし、単純に打点補助ね、800打点下げれるんで、一応戦闘でしようとしてきたなんかその柿モンスター、モノロフとかさ、ああいうのを返り討ちにできたりとか、するんですよ。だからなんだかんだこれ強い。ただね、すげえどでけえモンスターが出てきた時に対応できないっていうのがちょっと若干の不安要素ではあるのと、あとは呼吸トスとかすごい辛いんですよね呼吸トスとかもう埋めるしかねえみたいな話もあるし、あと委託話が意外に強いっていう、その委託話でキャバルリーは横にして、アレイスターあれじゃねえや、呼吸トスは縦にして、で呼吸トスで殴ってきてダメ捨てのアレイスターを、チャリオットの向こうにするみたいなことで一応突破できなくはないんですよね。あと銀幕とかもあるし、そういうね、なんとかすごい頑張って突破するしかないんだけど、そういうデッキとなってます。ぶっちゃけて言うとティアはね、多分ね3から4って感じ多分ね、めちゃくちゃ頑張って作ったけど。はい、ということで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。我が名はジャンピエール・ポルナレフ、貴様を八つ裂きにしてくれるわ。あ、チャリオット来ねえおい、ふざけんなよ、この召喚工場言ったらチャリオット来るって決まってんだよ、なんでチャリオット来ねえんだ。なんかさ、計算、俺パワー系統計学してさ50数やったんだけど、チャリオット率 60% なんだよね。
なんかあの魔法の使い手と一緒だったら 70% ないとおかしいんですよ。まあ 68% ぐらいかおかしいんですよ。なんか俺下振れてるだけかな。これさ、魔法の使い手とさ、罠戦術の使い手がさ違うっていう説ないですか。あ、まあでもハンドはそこそこ強いな。ですね、まあ、とりあえずラクエル行きますよね。ラクエル行ってで清掃でぶちかましていきましょう。清掃でぶちかましてまずクリスを打点下げていく。ちょっとあれだけやめて、なんだっけ、ブラックバードクローズ、ブラックバードクローズ来てんだよな。でターン終了で、ラクエル効果はいける。よし、オッケー、ナイス、オッブレ。なるほど、これはベストローリーじゃない。これ魔法アナ結構強いから、これベストローリーでいいんじゃないかな。でベストローリーで黒い旋風割ればいいんじゃない。オッケーオッケーオッケー、あぶねえ。ブラックバードクローズするとね、モンスター戻ってデッキ戻って出てこれないんですよ。かわいそうじゃん。うっそうっそ、いや大丈夫だ、穴がある穴がある穴がある、てってれー、落とし穴掘っときました。オッケー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 、耐え耐え。で殴ってくるのかな。まあ一応効果つかないんで、もうオッケー。でダメージステップですか、自分ダメージステップですか。ダメージステップ、生物をめぐる戦い発動。逃げろイチゴ、はっ、帰ってこいイチゴ、帰ってこい。よしオッケー、でドロー、ナイスナイスナイス、生き物はナイス。これはですね、とりあえずラクエル召喚ですね。ガイザレス出す必要性ないですね。これ普通に殴りましょう。普通に殴ってどっちもいいかとか、まあいいか。ラクエルで殴るじゃんで、これでバッチコリ殴るじゃんで、俺超今からうまぶりプレイするから、ベストローリーを、解除して、でまずラクエルかなんかでいいか、ラクエルにすんじゃん、ラクエルにして、でラクエル戻すじゃん、ラクエル戻すじゃん、でベストローリーなんですよ。これで返しガイザレス可能。天才だ天才、まさに天才来た。めぐるが強いだけっていうコメントはマジでブロックするから。あーセットオッケー、防止封印オッケー、防止封印刺さないってもいいところ。このデッキね、防止封印がね1ミリもね刺さらないんですよ。ガイザレスじゃねこれ、これガイザレスだろ、これガイザレス行こう、ガイザレス行こう、行けガイザレス、トゥトゥ、行け。ノモア取りかす、あ、俺も取りだった俺も取りだった、いえ、あ、オッケー、セットバトル、ほらこれで削りきれないのマジで笑うけどな。でターン終了して、でガイザレス効果でこうじゃない、ラクエル、ラクエルでしょこれ、ラクエル、ラクエル、ラクエルでしょ、来たわこれ、これは来た。ハンド1枚で返せねえだろこれ、ハンド1枚で BF 返せなくねえさすがにこれ。あ、クリス松村来た、クリス松村バトル、あ、させないさせない、それは自殺阻止、自殺阻止、来たこれ、お前お前にはデュエルは決めさせねえ、決めるのは俺だ、おらーと対戦ありがとうございました。いやー強いわー、めぐるが。さあお相手の方、墓所封印さんよろしくお願いします。デュエル3倍、墓所封印さんだりんだよな。あ、でもこれ戦車ナイス、戦車ナイス、戦車引ける確率がね大体 60% なんだよね、このデッキ。まあ、一応これで一妨害構えられるんで、ちょっと何か分かんないですけど、まあ、とりあえず、マジシャンズロットかなんかの効果を無効にしましょう。ブロマじゃないの、知らないか、知らない、知らないはいいんじゃない、モノオフはいいよ別に。これが結構強いパターンじゃない、これあれじゃないの、これ強いでしょ、これ強いわ、これ清掃すんじゃん。で返り討ちにしていく、でバチコーンってやって、で今伏せやからあれ来た、これ神だ、神ゲーだわ。ベストローリー行こうか、相手の魔法トラップカードを1枚選択して破壊していく、うわパリーン、よーし。そのロッキーは引けません、なるほど。でセットバトルフェーズ、ほいトゥ、でいちごちゃん効果発動、これなんだろう、そこらしかな、あれ何のチームもねえんだけど、あれそこらしかな、あれそこらしい、それそこらしいですか、
そこなしくせー、おう、やるじゃん、なかなかやるね。それはちょっとめんどくさいねそれめんどくさいね、それめんどくさいんだけど、一応めくっていけばギリなんとかなるんですよ多分。これめくるか、そこらしで、あ、それはね、それは落とす感じじゃない、それは落とす感じでいいんじゃないかな。殴ってくんじゃん、でダメ捨てじゃん、めくんじゃん、めくって逃げんじゃん。これこうするとね、そこらしのね、あの呪縛からね解放されるんですよ。どうすんじゃん、いやー、ここカイザリスだったでしょ。衝撃表示で、でセットして、でバトルするんですよ。こうするとね、そこらしを解除できるっていう、天才だわ、おら。で今変身する必要ねえんだよな、変身する必要ねえわ、変身する必要せねえんだよな。これこういう時にその困るのは、そのベストローリーって強制効果なんですよ、魔法トラップを破壊するっていう効果が。あれね、強制だから、その出しちゃうと自分の魔法トラップを破壊しなきゃいけないっていうことになっちゃうんですよ。ちょっと君黙ってくれる、チャリオット、ちょっと君黙っててもらっていいですか。よし、オッケー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 、これ強いけど、ただゴズキがちょっと、おい何してんだよ、一生来え、くそ一生来え、ゴズキが、ゴズキ、あ、わかんねえかこれ、あ、なるほど、とりあえずあのゴズキはちょっとなんかめんどくさそうなんで、ちょっと一回ほっときましょう。あれは、あー、ちょっと黙って、ちょっと黙って、本当にチャリオッツわあ、帰れよお前は、お家に、よし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 、チャリオットが強いぞ、チャリオット強いけど、こっちも来た来たら、どうしよう、これどうしようかな。でもこれ、これガイザレス出して、除外して出してきても意味ないから、これ殴りじゃない、これこれ2体で殴りじゃないかな。これガイザレスさ出してさ、これ2体で殴りじゃないかな。小突きで物を除外して、あやかし神が、あやかし神が出てくるんでしょ、それはなんとかなるんじゃない、アルビスだからなんとかなると思うんだよこれ多分。これ2体殴るじゃないかな、これ難しいんだけど、教えて誰か、これむずいんだけど、どうしたらいいこれ殴りだろ、これこれ殴りだろ、これこのまま殴りだ、バトルして、でこっちから殴って、でゴズキ効果でなんか、まあ、物のなんか除外されるじゃん、ちょ、墓所封印して、墓所封印して、墓所りてー、俺も3出てくんじゃん、でモノログの効果で、それまあそうなるよね、それそうなの知ってた、そうなの知っていた、で殴っていく、で3がいなくなっていく、でラクエル効果発動して、で来たわ、これエクイデだ、エクイデだ、来たわ、エクイデ効果、いやこれメイン2くれ、マジでメイン2をくれ、なんでメイン2れんだこのゲーム、なんでだ、なんでメイン2れんだ、これこれこのままのがいいんじゃね、このままのがいいんじゃね、これこれ次のターンガイザレス出せるよっていうさあ、圧倒的な威圧感出した方がいいんじゃね、これこれ何もしないでエンドでしょ、これこれむずすぎるんだけど、これ、ね、エンドじゃねこれ、これ何もせずエンドしたらさ、だって次のターンガイザレスで、まあ次のあの相手のモノロベ的な、モノロベじゃねえ、モノロベ的なやつはあれでしょ、アヌビスで守ればいいんでしょ、これマジで頼む、生き残って、ちょっと本当にメイン2が欲しい、ちょっとなんでメイン2連打、なんでメイン2連打、これ止めれたのに、おかしいよ、それはオッケー、それはオッケー、で7出てくるんだよね、一応あやかし神、そっからブラロは出ないから、あやかし神しか出なくて、であやかし神の効果にチェーンしてアヌビスするしかないね。除外すんのがちょっと一回見さして、墓地を、なるほどなるほどなるほど、まあ、そんなに強くないな、ワンドローワンステックらしか来ないでしょ、だからまあアヌビス打つじゃん、で守備にすんじゃん、守備にすんじゃん、で出て、ワンドローワンステすんじゃん、ワンドローワンステはいいじゃん、ワンドローワンステは別にいいじゃん、いいじゃん、やら、いいよいいよ、どうぞどうぞ、ここでのゴリハやめて、ここでのなんかゴズキからの、ゴズキからのさ、なんか3を手だから特殊感はやめて、宮塚さんオッケー、よし、ナイス、ドロー、来たこれ、目に物を見せてやる、いくぞ、俺はベストローリーとエクイテで融合召喚、超変身ガイザレス、くらえ、エクイテの効果、エグイテ
メイン2あれば召喚セッツバトルいっ、おらー、何が知らねえじゃんバカ誰が。さあお相手の方、伊沢由紀選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、墓地より芽吹くもの、来た、シンクロ系かな。墓地より芽吹くものってね、あのね、意外と強いんですよ皆さん。あの墓所封印がなければ墓所封印と召喚獣がいなければめっちゃ強いっていうね。もう召喚獣でね、プルガトリオだ。うわ、え、死ぬ俺、これ死ぬ、これ苦渋の決断。あー、なるほどね、それも強いんだよな。これね、結構やばいのはデーモンの将来っていうマジやべえモンスターがいて、いやー、これデイージーチューニング系のねカードがあるとマジやばいんだよね。4-2 で、え、これデーモンの将来ですか、これ将来マジで無限に突破できないんじゃねこれ。あ、アヌビスがあるわ、いけるわ。あ、ブルーナだった、ブルーナク、ブルーナク効果、はいはい、なるほどなるほどですね、なるほどですね。カーディの力、まあそれまではいいですよ、そこまではいいですよ、そこまではなんとかなります。ちょっとイージーだけやめてもらいます、イージーだけやめてもらいます。はい、クソゲー、はい、クソゲー、はい、遊戯王もんなーい。